はいどうも、草人です。今日も草人チャンネル世界のコースやっていくぜー。草人チャンネル。こちらのコース、仲のいい実況者のドクター正輝がプレイしてたんだけど、結構面白そうだったから ID だけね、控えてたんだよね。ということで、行ってみたいと思います。うわ、ワクワクする。このトゲコンボちゃんたちワクワクするけど、そんなに遅く、そんなに遅くちゃ、草人は、仕留められませんぜ。うますぎー、アロス。結構鬼畜なんですけど、急げまだ終わりじゃないんかい。ちょっと待って、あ、そういうことか、ここ重要よ。来たよ。あー、ぶねえ、マジで怖え。よかった。まだ終わりじゃないの。もうハラハラすぎるってマジで焦ったーよっ、草人チャンネル1の1でスピラン行ってみよう。はい、1の1でスピランっていうなかなか鬼畜なコースですけども、こういうコースもね、一発でクリア実況者なはずなんだけど、俺ってマリメ実況者じゃなかったんだ、もしかしたら。違うのかもしれん。オッケー。で、こっち行きの、はい、タン。間に合ったー。はい、下行きの、バヤーして、はい、ここで待機、はい、ここで待ちの、はい、もうこれでゴールです、もう終わりです、もう一のうちでこんな感じで終わりになったんじゃないか。まだあんのね。オッケー。いや、あと1枚。もうでも、これで、あと1枚ゲットしたら、終わりが見えてきたよ。で、こう来て、あ、怖い、マジで怖い。ここに入りゃいいんだよな。あ、合ってる？ここで入れて、合ってたんでね。何をしてんだ。あ、よかった。びっくりした。草人チャンネル。のこのこカートに乗って、こちら面白そうだね。行ってみますか。なんかさ、この最初の音楽さ、ちょっとサザエさんに似てね。まあ、どうでもいいんだけどね。なるほど、そういう感じか。うわ、難しそう。クイーンと。はい。クイーンと。いいね。クイーン上手だね。俺のさ、クイーン作戦。来いよ。はい。クイーンだ。はい、どんだけ俺が中学生の時イニシャル D で鍛えたと思ってんだよ、お前。ゲーセンってめちゃくちゃ鍛えたんだからな、俺。ゆっくり。怖い。はぁ、なんで上行けないの。怖いんですけど、ここ。はいしょ。はいだいよ。おっぶねー、マジで怖い。あーまだ大丈夫よ。まだ2回ぐらいチャンスはあるよ。け。あー、あと1回。よし。もうこっからよ。まあ、わざと食らったと言っても過言ではない。こうやって窮地に立つことによって、草人は輝く男。ぶねえな、これ何をしてんだ、俺は。バカだれ。皆さん2回食らってここまで来ました。なんとかね、やっぱりね、窮地に立つほどね、輝くと思いましてね。あえて2回食らってここまで来まして、まあ嘘なんですけどね。普通に下手くそだったんですけどね。ぶねえ、ここまで来て死にたくない。何をしてんだ。なんかジャンプ入力が入らん。なんか操作されてる。マリオメーカーに操作されてます、今。でもなんとかここまで来ましたよ。これ普通に入る。びっくりした。でもまだ続くんだよな。おそらくね。でも中間ゲッチュで。あともうちょいだよね。おそらくあともうちょいな気がするんだよ。なぬー。もしかしてダッシュボードは、さすがにきつくないか。マジか、それ。事故だぞ、これもう完全。ちょっと今からじゃあ高速道路に乗りたいと思います。オッケー。怖すぎ、マジで怖い。クイント作戦だいぶ重要よ。はい、クイント。はい、オッケー。よし、来てる。で、すぐにここに乗る、こういうことやな。うまくねえか、今の判断能力よ。はい、クイント作戦。クイントぶねえマジであれ怖すぎねえか。オッケー。よーし、おい、来いよ、もっと来いよ。まだ来るよな。こんなんじゃ終わらねえよな、俺たち。誰だよ。もう一人誰だよ。もう一人誰かわかんねえけど終わんねえよな。クイント作戦、クイントー。草人チャンネル。裸のこのこ製作所、意味がわかんない。行ってみよう。まさか、裸ののこのこちゃんが見れるのかな。のこのこちゃんのエッチな体、見させていただきましょうか。何、裸なんだね。いっぱい作られた。裸のこのこいっぱい作られたよ。どうなんの、この後。あ、いっぱいいるね。みんな裸だね。君たち全員ぶっ殺しちゃおうかな。よしよしよし。みんな裸だわ。裸だね。ピチピチしてるね。裸のこの子ピチピチしてるね。なんなんだよ、くだんねえな。くだらなすぎんだろ。こうやってこいつらの裸の作られ方どうでもいい。こいつらのヌード見たくねえんだよ、別によ。どうでもいいよ、お前らの裸どうで、マジでどうでもいい。なんなんだよ、これな。こいつらの裸にでも何も興奮しないんですけどね。ちょっと待って、死にそうなんですけど、どうすりゃいいの？待って、俺死ぬやん。え、どうすりゃいいの？待って、死ぬんだけど。だって死ぬ。待って、お前ら来んじゃん、こっち普通に。どうしよう。来ちゃう。来ちゃうんですけど！でこうやってノコノコちゃんたちを倒せっていうコースね。オッケー。こういうコース面白いね。あ、おい、空いてる。よかった。こういうくだらないコース好きよ、大好きよ。だから俺はね、ミンバトをやめら、みんなじゃマリオメーカーやめられねえんだよ。ねやっぱりこういうくだらねえコースがいっぱいあるからこそね。オッケー、マリオメーカーがこれずっと愛され続けてきてんのよ。草人チャンネル毒のスピラン、こちら行ってみよう。ちょっとスピランやりながら聞いてほしいんだけどさ、最近俺いろんな動画上げてんじゃん、マリメ以外の動画。みんなどう？ホラゲー、バカゲーとか上げてるけどどうかな？実は、バカタレここスピンかい！みんなはさ、いろんな動画を見たいか、マリオメーカーの動画だけを見たいか、それとも、マリオメーカー以外の動画だけを見たいか。ぜひみんながね、どれなのか教えてくれな。オッケー、これでゴールかな。はい、ありがとう！草人チャンネルおまけ、ハリピョンチューさんは、ワンナップキノコが大好きなんで、どういうことかよくわかんないけど言ってみるか。何？これはワンナップかい！ワンナップ意味なくないこれ。こいつらがってなんだよ。こいつらがジャンプした瞬間にこういうことでしょ。これさ、普通にダッシュしていけるか。はい。いやー、きつくね、これは。はい。あー！やっぱワンナップが関係あんのか。これを、この瞬間ジャンプとかそういうこと？なるほどね。でもそれじゃあんまり意味ないね。それだとあんまり意味ないかな。でも、いいのかなこれでちょっと一回やってみろ。ほいやー！なんかさ、このキノコをちゃんと奥まで行かせたいよね。いやー、なんか普通のこと言ってんだけど、なんかちょっとエッチじゃねえか。よし、いけた。奥まで行かせたよ。キノコ奥まで行かせたよ。で、どうしたらいいんだこの後どうしたらいいはい。え、ちょっとそれじゃ意味なくねえか。え、これ飛び越えられるちょっと待って、一回行ってみるか。ちょ、ジャンプして、この隙やー！俺さ、気づいたんだけど、ベストタイム1秒7ってことは絶対ワンナップ出してないよな。普通にいってるわ、これ多分。はい。あー、これで多分いけるんだよ。ダッシュしてのジャンプシュッガー惜しい！もうでも勝ち確やん、これ。絶対今ので合ってたやん。はいよ、はい、無理！あー！しけたぜー！